よいいよいいよ。かがみように引っかかった。くそ。はい、じゃあ全国のボードスライドが好きな皆様、お待たせしました。はい、ということでね、本日はなんですけど、ボードスライドをやっていこうと思います。あのね、そこにね、あの、なんていうのこれ、縁石あるじゃん。縁石の、このエンドがあるんですよ。なんかあそこでうまくアウトしてる人が、この間、まあ、一緒に滑った人がうまくアウトしてて、これもしかしてできるんじゃねって思ったんで、まあ、ちょっとね、やっていこうかなっていう感じです。てか今日めっちゃ寒いっす。であと、まあ、なんかね、こう、たまに心ない人いるんですけど、ゴミ置いてったりね、あの、壁塗られちゃったんですよ。まあ、こういう短いね、寂しいやつがいるんだなっていうことも、ちょっと思っちゃったんですけど、まあ、そんなこと言っててもね、壁が綺麗になるわけではないし、まあ、そういうやつってのは一定数いるとは思うんで、しょうがないと思うんでね。ただね、まあ、こういうことしてこのスポットが使えなくなったりしたら、まあ、寂しいですよね本当に、うん、そうやって自分たちで自分たちの首を絞めて、まあ、スケーターが言ったかも分かんないんですけど、なんか自分たちで自分たちの首を絞めてる気がするんですよね、こういうことやるやつって、うん、まあね、あのそんなこと気にしててもしょうがないんで、ちょっとね、練習の方をやっていこうと思います。マジで今日寒いです。なんでね、これ軍手用意してます。これをつけながらね、やっていこうと思います。寒いだった。そういうことか。むずいな。フェイキアウトの方がうまくいきそうだ。現状だと勝手になってるんですよ。現状は勝手になってる。いやでもレギュラーアウトかな。ワンチャンフェイキアウト。フェイキアウトだったらレギュラーアウトはできないですから、むずいです。え？いや完璧じゃないけど今来たんじゃない？絶対完璧ではない。なんか最後攻め気あったけど、あ、でもしょうがないですよね、その攻め気ない。上手い人は決めるんでしょうけど。でもめっちゃ気持ちいい。気持ちいいってよ。重心だいぶお腹が洗った。
い。反対や。はい、ということでね、なんか撮影が止まってました。長く撮りすぎたのか、ちょっと今現状では原因が分かんないんですけど、ちょっと撮影が止まっちゃってて、めっちゃうむき声出しながら真剣にやってて、ラストとか言ってラスト5本ぐらいやってたのにちょっと消えちゃってましたね。ちょっと寂しいんですけど、結局ね、引っかかるんですよ。その引っかかるとうまく撮れてるか分かんないんですけど、後ろのウィールが引っかかっちゃうんですね。そこがね、やっぱ決まらない原因で、なんだろう、やっぱりね、重心がちょっとそのノーズ側に行っちゃってて、フェイキーアウトは割とうまくいくんですけど、レギュラーアウトはもうなんか引っかかっちゃうんですよね、戻せなくて。いやー、これむずいっすね。なんか楽しかったです。久しぶりにこういうのでめっちゃテンションが上がりました。ただね、いつも通りね、この可愛い子ちゃんがね、ボードスライドやるといつもまあそうなっちゃうんですけど、可愛い子ちゃんがもうズタズタなんですよ。ほんと申し訳ないね、ごめんね。顔だけは結構残ってるから許して、ちゃんとここ隠してあげてるから、俺がね、親切なんだこれ。そういうことです。親切なんです僕は。はい、というところでね、ボードスライド結構楽しかったです。はい、ということでね、本日の動画は以上になります。よかったらグッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。いや、マジでカメラ止まってんの発見した時絶叫したね。